皆さんおはようございます。今日は2021年12月11かな、土曜日です。荒川がすごい霧で幻想的な感じになってますね。ということで今朝6時過ぎですね。寒いっす。今日はちょっと秩父方面に行ってみます。はい、じゃあここから国道299に入ります。 1.5km 道なりです。はい、もう今日6時に出てきてめっちゃ寒かったですよ。まだ暗いうちから出てきましてですね。でこの先にあるファミマでですね、元ブロガーのコバさんたちがなんか待ち合わせしてるっていう話なんで、ちょっとそこに行ってみようかなっていう話なんですね今日は。結構ちょっと待ち合わせ時間ギリギリなんで間に合うかどうかわかんないですけど、まあSNS でやり取りしてるとはいえ初対面だしね。しかもこのデュークで行ったらあんた誰よっていう話になると思うんですけど、まあ、とりあえず行ってみますよ。あのファミマですね。このハンターカーブ見たことあんな。この F900XR も見たことありますね。到着、寒かった。これジョーさんでしょ、多分。で、これコバさんですかね。お茶してんのかな。じゃあとりあえずファミマに行ってみます。よろしくお願いします。ちょっとまだ鳴らし運転で全然回せないんですよ。ついていけないかも。これ全員つながってんですか、本当に。すごいですね。やっと足学坊に着きますかね。到着。ここ日陰なんだよな、山の向こうで。なんか霜が降りて真っ白だ。めっちゃ寒い。バッテリーだけ持ち上げて。ははははは。あ、なんかかっこいい電車が。なんて電車なんだろうあれ。サーブ。ミラーが曇ってる。わあ、排気が白い。行きましょう。全然登らない。鳴らしやばいわこのバイク。峠はやばい。この前さ、そうか、なんかバイクのなんかの赤いタイプに、この前こっちの野菜そうで、もう小鹿野町なんだ。バイク神社もスルー、バイク弁当もスルーで、あ、上野村に入った。あ、また工事してんだ。もうおっさんライダーは頻尿ライダーでもうね、
トイレ到着、道の駅。よいしょ。いや、これモンキーを取るとだって伸びるっていうからさモンキー取ってやった方がいい、やった方がいい。モンキー125のこれでもめっちゃ速いっすね。え、あ、これ、うん、そうですか。なんか本当はピンクナンバーなんじゃないのみたいないや、間違いなく 88cc。自分のやつ鳴らしで全然坂上がんなかったし今日。ああ。でもまあ本当の実力はこんなもんじゃない。だから回せれば今だから新車で900キロ走ったから、帰って1000キロで明日オイル交換して、明日からガンガン走りたいみたいな。じゃあ今日が最後の。そうそうそう、我慢のあれですね。Z125。次はダムに行くってことですね。何ダムかは分かりません。あ、下雲ダムに来たんだ。このダムなんか直角に曲がってて面白い形ですよね。じゃあ下雲ダムから蕎麦屋ですか今から。はい、ちょっと待ってください。まだ準備できてないカンナ湖っていうのかな、これ。え、ダムカードをこうずっと眺めてたら、これは綺麗だなと思って。どんだけダムカードに夢中になったの。はい、行った。はい、じゃあ行きましょう。お待たせしました。はい、行きましょう。ああ、離れるとノイズが出ちゃうんだ。素晴らしい。ガチラジオ体操なんだね。ぴったり収まりましたね。はい、そういうわけで道の駅足ヶ窪に戻ってきました。今日はね、コバさんとかジョーさんとか、あと伊藤からね、これ小屋さんも来て、総勢7台で、マスツーリングをしました。ということでね、今から家路に着こうと思います。それではまた、じゃあね。散歩して行きます。